どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日11月24日は何の日でしょうか正解は和食の日です。そこで今回はその日にちなんで、名古屋の大須にあります、とんかつ屋さんをぜひ皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴー さて、今回皆さんに紹介するのは、名古屋の大須にあります、とんかつ鈴屋さんです。あの、ミシュランガイドのビブグルマンを受賞した、まさに名店なんです。創業は昭和22年といって歴史があるとんかつ屋さんです。食べログの100名店にも毎年選ばれるほどの実力店なんです。 こちらがこのお店のランチメニューです。その中でも今回はヒレカツとカニクリームコロッケ定食税込み価格1650円を注文しました。一体どんな料理が出てくるんでしょうか楽しみです。注文してから約15分ほどでヒレカツとカニクリームコロッケ定食が提供をされました。ヒレカツの大きさはだいたいお手玉ぐらいを2個乗っていて、それを半分にカットされています。 細かなパン粉を振りかけて、衣は非常に薄く仕上がっています。カニクリームコロッケも、まあ、おおよそピンポン玉2つぐらいを重ねたぐらいの大きさが乗っています。 まずはこちらのヒレカツを備え付けされているこちらの特製のソースにつけていただいていきます。一口食べるとヒレがこれでもかというぐらい柔らかくて肉の旨みをしっかりと感じることができます。少しの筋もなく感動するほど美味しいです。衣は薄めながらもサクサクとした食感を楽しむことができます。 ヒレカツはとても柔らかいので、歯で簡単に噛むことができます。さらにはこの特製ソースとの相性も抜群でしょっぱさが全くない、あ若干の甘さを感じる絶品のソースです。続いてはこのカニクリームコロッケを食べていきたいと思うんですが、この箸で簡単に切れてしまうほど本当に柔らかい衣になっているんですよね。 一口このカニクリームコロッケを食べていただくともう中はとろっとろでこのカニの風味が濃厚なんですけどもくどいわけではなくまろやかで本当に美味しいカニクリームコロッケでしたお味噌汁も赤味噌でだし汁がこれでもかというぐらい効いていてとても美味しいお味噌汁でした そしてサービスの方は店主がとても物腰が柔らかい方だったので非常に丁寧な接客をされます。ですがやはりランチ時には大変多くの人で賑わいますので若干待つ時間もあるかもしれません。なので少しでも早いランチ時の訪問をお勧めします。今回紹介したヒレカツとかにクリームコロッケ以外にもステーキやビーフシチューなどメニューも豊富で本当に多くの常連客の方がいらっしゃいます。 ぜひ、名古屋大須に来た際には、今日紹介した鈴屋さんに行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本の美味しいグルメスポットなど、多数日本物を紹介していきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!